はい、じゃあ今日のパワープロですね、北斗高校で飛距離君用の選手を作っていきます。いいやつ確定回です。で、前回のガチャで PSR プラゴアスミちゃんになりましたので使っていきます。でアスミちゃんはどうしても二股キャラで、威力を発揮するので、まあ、北斗高校とはね、彼女キャラ相性は悪いんですけれども、ミオちゃんと二股にしてます。で独身術欲しいのでレイディで、野球マン5号 PSR プラゴをお借りしています。で野球マン5号は、ミート上限アップがあるのと、あと得意練習が守備とメンタルなんで、まあ、やっぱりその得意練習を入れてないと、あの練習場所で排除した時に経験点が下がっちゃうので、まあ、メンタルと守備をカバーできる野球マン5号で、ただ打撃はそこそこ固めたいのでちーちゃんはちょっとなんていうか中途半端ですね。レベルは44だし潜在も88なんで、もうちょっと上げたいという気はあります。であと PSR のケンシロウを、PSR 選択権で引っ張り出してきました。で潜在能力は、銀のきらめきのみで上げられるレベル6まで、上げてきてます。まあ、ケンシロウを入れないと二股なんで結構厳しいかなというところはあります。なので全員打倒に関しては、まあ、できればやっていきたいですけど多分できないです。まあ、あくまでもパワチャレ用選手なんで。で評価上げに関しては、まあ、いいやつが来てるんでみんな結構早めに上がっていくとは思うんですよね。17も上がるのか。でケンシロウとアシストを組んで打撃を開けておきたい。ケンシロウが組めれば多分1回で打撃開けられると思うんで、うん、開けとこう。とりあえずため打ち広角打法。あれ野球マン5号って広角打法持ってんだっけ。やっぱミオちゃんもちょっと意識してあげていきたいよね。天才センスもある。ならない。まあいいや。あ、ちなみに天才の入部届はあれですね、なんだっけ、アイテム次元ボックスから引っ張り出してきてるんで、まあ、このうちに使っていきましょうというような感じ。ミオちゃんちょっと一回練習しておく。体力回復も込めてでサッカー部、まあ、ちょっと無理でしょうまだ、さすがに。であと練習練習。ケンシロウいるんだったらちょっとケンシロウやりたいよね。アシスト組んでケンシロウは入れてるんでアシストは2回来るはずです。で自己紹介、あすみちゃん、どこへさらわれる。これさらわれてしまった。まあどこでもいいや。水どうしよう。これ確か体力回復できるんだけど身長打法になるんだよね。あんまり身長にならなくていいからな今回は。まあいいや、ちょっと決戦見てみましょう。勝てるなら行きたい。あ、いけんな。成敗する。ミオちゃんの評価をなるべく早めに上げて彼女になってもらって、新アーティストはちょっと取っていきたいんで。タイエースだ。やったーっていうか別にあれか、タイエースのキャラがいないんだ。ミオちゃん、うん、アスミちゃんここか。それなりに人がいるね。まあ開けとこう。とりあえず告白になる評価までは載せておきますか。広角打法掴んじゃう。一応告白来た。まあ、これは付き合っていきます。でレイディこれどうする。まあ最初の方だからちょっとチームメイト評価を上げていきましょう。まあ、少しでもタックは早く組みたいで、正規末 OK。 どういう状態だ、よくわかんねえや。はい、あ、ミオちゃんはもう乗ってるわ。乗ってるだから、まあデートはなるべく早めにやっていきたいよね。監督評価とかはね勝手に上がっていくからね。でミオちゃんの告白来たんで告白しましょう。アスミちゃんは分かってくれる、そういう子だから。残り7人って結構微妙じゃない。でも5ターンか。1回デートしよう。ミオちゃん、まあ、ミオちゃんは選手権なんでね、どんどん評価上がってくんで。筋力73もくれんだ。まあ、筋力はパワー上限アップさせるために必要だからね。で、そうそうそう、
そういえばパワーヒーは3でいいでしょう、取っちゃおう。であと一応能力が高い方がその倒せる人数が増えるんで、それなりには合わせておきますか。いいとか、よし、敏捷が若干足りてない。まあそこはしょうがないとして、 あとここか、ここだけ守備開けとこう。正規末タックが来るんだったらちょっと正規末タックをやりたい。あすみちゃんのお願い、まあ、お願い聞いておこう。安定を取る、ごちそうさま、ラッキーボーイ友よ。あ、そういえばケンシロウもあれだよね、金徳は確定じゃないよね。と言ってもなるべくレイリーを通過させたいからな。もう独身術はマジ重要だから。よし、とりあえず全回復した。でこれはこれで、まあ、経験点はもらえるけどちょっと体力は減ってしまうと、どうする。なんか最後の最後の正規末タックをお願いしたい気もするけど、これ開けてればでも正規末タックにはなったのか。まあでもっていう感じだよな。いや、練習しちゃって次回復して体力全開で次のターンを迎えよう。高速チャージ、なんかしょぼいコツとかはもう全部掴んどく。で正規末タックが来てないんで、ここはデートしましょう。骨格4じゃん。で圧球、代打、代打はコツくれるんだけどもう掴んじゃう。ホーム突入、逆境も取る、ムード、高速チャージ1でいいや。プレッシャーラン、ラッキーボーイとかどうなの。盗塁アシスト、打球のみはさすがに1はきついよね。というわけでこんな感じ。じゃあデート、3回目まで終わらしちゃおう。で次のセクションで新アーティスト取るでしょ、じゃなくてアーティスト取るでしょ。あ、打球伸びがある。でそこからデートをして新アーティスト、やる気は下がる。レディーは1回目、打撃は開けときたい。いやいい、とりあえず開けとこう。もう1回打撃を練習する。いつでも正規のアタックは打てるように。レイリーはね結構やる気下げてくるからね。確かやる気も高い方がなんか成功はしやすい気がするので、まあ、ちーちゃんがいるからあのミートコ作れるんでね、なるべく上げときたくはないんだけど上げざるを得ない、そういう状況。連打、連打も結構重いよね。でここは回復しよう。でモテモテが手に入ればちーちゃんを別のにしよう。ちーちゃんもモテモテが手に入るんだけど、どうしようかな。ケンシロウがここにいるのか、ちょっと時のアシストを受けよう。アシストプリーズ、来た。でどうする。もう打撃は空いてるからね、正直コアチョウ行った。いやまあケンシロウはまあ正直もらえるんだったらもらっときたいけどっていう感じだよね。レイがいるか、守備、筋力、どうしよう。レイがまたくれるかもしれない、やろう。アシスト来ない、これでアシスト来てくれればな、よかったのに。で2回目手当てしよう。正規末は来ませんと。 A には上げておきますか、まあ一応ね。でお出かけしてデートして、あすみちゃんを進めていこう。まあ新アーティストは絶対欲しい。まあ3回目4回目は落としたとしても、まあそれはそれでしょうがない。お、いいね、いい回復量だ。で決戦いけっかな。玉砕括弧か、強いな。何にも起きてないし、開けとこう。守備、ケンシロウいるしアシスト受けられればでかいんだけど、ハイエース取っちゃうか、無理だった。わかりやすく教えてください。 OK、
ここでね、ミートコツ3で掴めるんで。で、どうですか？減らしたけど、体力がないから。体力がないから無理です。じゃあ、ミートをSまで上げてしまいますか。はい。で、12月3週でクリスマスを迎えることができるので、だから、ケンシロウ、くれ、アシストを。少ない、やっぱり。4号の謎、これ何がいいの？能力上げたい。どうでしょうか。このイベント全然把握してないんだけど、何がどうなるか。で、ここで回復して正規のスタックが来てないから決戦選んで勝利して、で、アーティスト取って、体力できたらミオちゃんとデートして新アーティストを取る。ミオちゃんは一回とりあえず4回目のデートまでで止めておきますか。で、野球の悩み、下2つがよく分かんない。あ、敏将と精神か。まあまあまあ、いいポイントだね。大吉が出れば一応体力は全開になるけど、さあどうでしょう。大吉やった。で、正規のスタックが来てますと。ただアーティストは取っておいて、まあ、パワーも上げられるんで B まで上げちゃうか。で、敏将を上げて、他は D まで一旦上げとく。うわ、上げらんねえ、技術が足らんのでしょうがない。どこ、あ、守備に来てる。上げといてよかった。はい、どこも吹っ飛ばないか。おい、頼みますよ。おし、 OK。 ここが一番もう本当に鬼門だよ。まあそれなりにね、それは通過してくれるけどさ、それなりにこれもう無理だな。そもそも無理だ。全排除は無理です。対左アシスト、メンタルやる。敏将かメンタルかって言ったらないから、体力がないからメンタルやろう。で、次で敏将は弾けないと思うんだよね、さすがに。打球伸びって今いくつ。あー、これどうしよう、微妙だな。やろう、バレンタインが近いからね。ちょっと経験伝授して、あ、それ弾けるか、やっちゃうか。弾くと経験点そのものは美味しいからね。で、で、ちょっとコツを見て、大打撃重いな。まあ、そりゃそうか。独身術をちょっと取れるときに取っちゃおう。打球伸び3か、まあいいや、残しとこう。こうか。ハイエースは2でいいか。片目も1でいいや。で、他11だからきついんで、ではではでは、ちょっと走塁弾きますか。はい、80もないんだよね、でかいよね。で、さらに65だから、で、体力はない。あー、回復しよう、やめておく。ありがたい、これはありがたい。で、ケンシロウがいないんで、とりあえず打撃をやる。で、3回目はもうできなかったらできなかったでしょうがない。よし、やる気上がるんだ。ミオちゃんのバレンタインはマジでいい。で、打撃開けといて、練習性能なかなか高いな。一発逆転。う、これは微妙、遠慮しよう。ちょっと安定を取る。よし、で、いけますね。はい、ケンシロウもいるね。しかもアシストを来てくれればなおよし。3人か。あ、そうかそうか、正規バスタックだからね。で、アシスト来ました、ラブパワー来ました。で、弾けるところを弾いておきたい。まあ、守備は守備で美味しいけど、まあ、筋力だね。ケンシロウとミオちゃんがいるから、人数的なことを考えると筋力。あ、やる気を下げられてしまった。まあ、3回目全員打倒できるんだったら、できるときに打倒をしておきたいけど、誰もいないか。
っちしようかな。ケンシロウ。デートの進みがどうなんだろう。とりあえずケンシロウのアシストを受けておこう。ラブパワーだからそんなに減らないしね。受けらんない。しかもラブパワーも終わったし。デンダで、ここは正規マスタックで弾きたい。ケンシロウ頼む、お前の力が必要だ。来ない。これは女の子と遊ぼう。とにかく女の子だ今は。リンちゃん、そっか、リンちゃん何歳なの。よくよく思うけど。で、正規マスタックが来ないんで、ちょっとデートして一回。これで新アーティストはもう掴んじゃおう。よし、OK。で、この筋力は新アーティストでだいぶ持ってかれるんで、さらに上げられるのであれば、上げておこう。一応、ポジション的にはセカンドなんで、最悪 CC は欲しいよね。で、ミートを、ベイリーも終わったんで上げ切って、さてどんな感じ？ケンシロウが5つ、決戦もやってないからね。優勢か、いけるっしょ。頼むぞ。 OK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 。 明鏡指数か、ここは。で、2つ排除しての、いや、これはうんー、しょうがない。マジでしょうがない。これはやる気っていうか、やる気がないから。どうだこれ、どっちがいい。すっげえ微妙なんだけど。あと4ターンか。で、残りがこの2つ。やっぱ集中的にさばいた方がいいような気もするけどな。まあいいや。ちょっと筋力アシスト、アシスト取っとく。落ち着きバトル、これ回復するけど、やる気が上がってほしい。とにかく今の俺やる気がない。やる気が出るんだ、やる気を上げろ。やる気上がらなかったが、出るだけじゃやる気が上がらない。まあそんなわけで、あの、排除できなかったら排除できなかったでしょうがない。あすみちゃん進めていこう。ケンシロウを残しつつ、次のターン同じやつ。上2つってどうなんの。やる気上がれ。お前のやる気が上がらないから、あすみちゃんとの距離が縮まらないんだ。噛んだ。あ、世紀末やろう。いや、大したあれじゃないけど、ポン。これ世紀末が来ないと無理だな、排除できない。ああ、一気に上がった俺のやる気。一気に上がったやる気で勝て、勝った。これ勝つとどうなんだ。あ、骸骨もないのか。走力ブーストバーストよくわかんないけど、1人2人。いや、ここケンシロウ使うのもったいねえな。もったいないけど、経験点的には、まあ、結構入るっちゃ入るんだよね。とりあえず A にして、走力も A にしちゃって、じゃあ BB くらいまで持ってきますか。結構あれだね、筋力が足りてないね。やすみちゃんに至ってはこれで3回目か。いや、やっぱりこれは下、これマジで間違えるといなくなっちゃうからな。いやー、ここすごいよねやっぱり。で、で、まず打撃を開ける。一発で開けられるな、ケンシロウいるから。ありがたいことだ。レイリーのコツってどうなってんだっけ今、よくわかんねえ。冷静持ってなかったっけ。アベレージヒッター、やる気がなくなった。で、あとはまあまた練習を見つつ。筋力だな、足りないわ。筋力開けとくか。じゃあトキ頼む、お前の力が必要だ。トキ来た、開けとこう。ちょっと無理してでも開けよう。ここはもったいないけど開ける。で、あとはデートをこなしながら正規のスタックを待つと。もうその方向で行こう。結構ラブパワー来るね。そっか、北斗高校ってそこも補正かかってんだよね多分。で、
アスミちゃんの、だってあとデート3回しなきゃいけないもん、完走するには。でここも借金。ちなみにこれっていくらなの、全然読んでないからさ予想つらつかないんだけど。タイエース、あれタイエースって俺どんなだったっけ。で世紀末が来た時は世紀末をやる。すぐ切れんな。一応決戦はできるようになったけど、これは反対して体力を回復させよう。しかし下が無難なはず。で世紀末が来てない、体力はマックスだけどどうですか玉砕。まあそりゃそうだよねと。ケンシロウちょっとつけれればつけたいね。肩か、本当だったら開けられるトッキーとかにしたいんだけどな。まあいいや、ちょっとケンシロウの方がいいんで、つけられるんだったらケンシロウつけたい。 OK。 で体力量的にどうでしょうか。いやこれはもう万全よ、万全の体勢を敷いてるから。楽観はできないか。一回デートして体力を回復させてぶっ飛ばすか。アスミちゃん5回目、これでまあ一応アスミちゃんは完走っちゃ完走。よし打った。これってなんか打たないことあんの、今まで打ったことしかないんだけど。体力回復しねえじゃねえかよ。よし輝かしい、これでぶっ倒しちゃおう。であとはまあ世紀末タックが来たら世紀末タックで開けられるところがあったら開けていく、そんな感じでいこう。恐怖の満塁男で肩は排除、やっぱちょっと少ない。ここ1ヶ月だからね、これ体力削ってきたかないね。守備もう開けらんないか、開けられたいんだったらやっぱ開けよう。ケンシロウちょっと待って、だいぶ溜まってんな、いろいろ。いける、突破だけさしとこう。よし、技術すっげー余ってんな。じゃあそうするとちょっと明鏡止水冷静のコツがないから重い。打球伸び取るか、せっかくだし競争心も取ろう。で連打も3でしょ、ラッキーボーイも1でいいや。じゃあリベンジも取ろう、長寿ラスも取ろう、他守備職人取ろう、セカンドだから直取りする。一級入魂意外に重いな、筋力がないのか、まあ、上げ切っちゃったからね。で俺何しようとしたんだっけ、あここ開けられるから開けよう。でケンシロウもいるからどうでしょうか。よし、これやる気も下がって一回デート挟んでやるか、あとは負けないこと。これで負けたら悲しすぎるよね。お待たせいたしました。まあ最低限のことはやったかね、独身術を覚えて新アーティスト取って能力は上げ切った、まあ、最悪これで世に出すしかない、この作品を。ひとみくんでいいのかな読み方。ケンシロウが俺ただの PSR の40レベルだから試合経験点ボーナスがついてないんだよね。42にするだけで試合経験点5がつくんで、まあ、それをやっておくのもありだけど SR はいかんせんない。ケンシロウに関しては俺全然持ってないからね。まあ大丈夫っしょ、大関。独身術はねやっぱあった方がいいよ、飛距離くんやってて。で世紀末タックが来てない、あと残ってんのはこの2つ、両方野球マンの方か。どうしよっかな、どっちも筋力にかなわないんだよね。であれば1回ミオちゃんのデート終わらせて体力を全開にする、で残り2周を練習でやる。でおそらくどっちかしか無理だから世紀末タック来てないし、人数的にはこっちが多いよね。でも俺的に開けたいのはこっち。
瓶賞と技術っていうか瓶賞が欲しい。で関松タックが来て点が稼げれば関松タック、精神は多分無理だと思うんだよね。足は A でいいや。だったら総力バーストを取る。挑発もちょっと取っておくか。やっぱり筋力不足だな。で補給上限はなんとなく精神あるしやっとこう。あと取れる筋徳を抑えていく感じかな。バッターは瞳。第9投げました。え、あ、危ねえ。空き打ちがあるとね、どうしても外も打てるからね。スライダーか。天照十字砲かと思ったけど、高速スライダー、これ打とう。ここら辺適当。ちょっと曲がらなかったね。予想してたより。高速スライダー、今日2打席連続で。じゃあここら辺ある程度合わせれば、あとロックオンがやってくれるんで。ロックオンがないとマジで無理。あるとないと全然違うからね。てか意外に点取られたな。危なかった、ここにでも66入るのはいいね。ケンシロウがもう 5% つくともうちょっと変わってくるからとは思って、メンタル一応倒せんな。倒そう。これは野球マン5号タッグを決めたからかな。かくらん、125でかい。精神的支柱、よし、やる気上がった。でまあそこそこか。ただエピローグポイントが2人くれるからね、それも見込めるんで。1球入魂、満塁男、支柱、ちょうどいい感じだな。筋力はなるべく使いたくないんで、一層とかだったらまああんまり使わない。名教室重いな。レイリーから、レイリー冷静持ってたよね確か。レイリーのコツが大打撃ある。てかさ、ミオちゃんの4番もあんじゃん、よく考えたら。これここだな。3人揃ってると思ったら2人だった。で試合はあと3回あるでしょ。試合3回と、まあ、勝ち進んだとして、そういや、それでもこれ天才だからだ。天才千丸だったらだいぶ違ったんだろうけど、まあただ言うてもパワチャレ用だからね。追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面。これは許してこない。さあ次の投球、際どい、でもいい。入ったやべえ、4点取られてる。このストレート確実にものにしないと。おお、こういう時に限ってどうかよ。スクリュー、手を出すかどうか。どうしよう、ボールか。危なかった。で全力ストレートは無理、あえば振る。今のは無理。さあ4球目で、これはここら辺。もう2点欲しい。打つ、アドバンテージは3点。よし、まあ、ルイに出てくれてればね点になるんで。1人いるだけでも全然違うからね。打撃ケンシロウ1人か。どうしようかな。26野球マン17。なんか技術と精神結構足りてるけどな。まあいいや、やろう。ケンシロウはやる気 40% だからね、ちょっと微妙。やる気 50% は欲しい。なんとなく覚醒した当時なんて、なんだっけ、ヤフキ10とかだよね。だから意味あんのっていうような数値だから。3点取ってる。第9ホームラン打たれたのかな。初回で4点。3回の裏、北斗攻撃に入ります。先頭バッター、3回で半分近く減ってる、ね、かわいそうだが。打った、これはいい当たりだ。お前には退場してもらおう。北斗まだ投げてるか。
粘るね。連続でホームランを放っている瞳。今ボール球だったけど行くね。多分悪球打ちのおかげだな。今のは悪球打ちがなかったら多分ホームラン行かなかった。何、いい守備をしている、うん、まあ2点くらいはしょうがない。投げ切っただけ褒めてやろう。レイ、さて最後に限って何にも来ない。372か。で精神と技術はめちゃくちゃある。上限はもう上げ切ってあるんで大打撃は取っておこう。4番のコツがない。名挙姿勢取るか。名挙姿勢でだいぶ減ったな。これ4番丸は取れないな。仮に来たとしても衝撃かく乱。一気に精神が減った気がする。何に使った、よくわかんない、よくわかんないけど使ったようだ。精神を走塁盗塁はまあ筋力ポイント使わないからね。対左も2あるから1だけ取っとこう。よしで筋力ないから筋力練習ちょっとでも稼ぐ。結構重いっちゃ重いからね4番丸が。4番丸っていうか不動の4番が、まあ、取れるかどうかは不明だけど、まずここで経験点を落とさないこと。速い、150キロはマジで速い。ある程度勘で振らないともう追いつけないからね。だいたいこんなもんでいいやみたいな。でストレートだって分かっててこれだからね。さすが独身術だよ。さっていったか。スライダーもまあ狙い目なんで。ゲッ、詰まった。若干遅かったか。まあでもホームラン3本打てたんで経験点的には全く問題ない。116でしょ。これまあ110だとして130、これはね低いんだよいつも。で140プス成功してしまった。で70、4番丸が手に入るからな。ここはちょっと高いはず経験点。あすみちゃん多分156だもんね。これあすみちゃん使ってもう一回パワーコーでやってみてえな。どんだけもらえるんだろう。 PSR プラボで経験点的にはまあ14000、そんなもんでしょう。397、どうだ取れるか。不動の4番220か。取れる。177余ってんのはまあまあ結構使い道ができる。で9値3だから取る。上り調子39か。こういうコツコツしたやつを取っていくと結局筋力足りなくなるから、まず絶対的に使わないやつこれ。機械戦50固めだな。で基礎能力はもうこれでいいや。で6だったらまあ大丈夫でしょ。怪我しにくさもな結構いいんだけどね。20丸にする意味がよくわかんないから。チャンスは丸でセカンド丸を取ろう。守備移動どうしよう。総力 S にしとこうかな。じゃあとりあえず、はい、見てくれの問題でやっぱり技術が余っているので、技術をやたら使うやつはもうさすがにないかということで、上り上司取って速攻を取ると筋力がなくなってしまうから、ささやき破りとかね、まあ、ポイント的にはめちゃくちゃ使うんだけどね。60レーザービームはいらない。ハイボールヒッターもじゃなくてローボールヒッターも取りたい。あさよならとか取ろう。47チャンスメーカーは全体的に使う。バント職人、まあいいかな。あとはじゃあ肩敏捷終わり。まあというような感じですね。まあそんなわけで、今日のパワープロはこれで終わりにしたいと思います。